はい、こんにちは。ベーシストのケイスケです。今日もピック編いきたいと思います。これまで、ブリッジミュートを使ったピック弾きがいろいろやってきたんですけど、今日はちょっとそこから例外的に外れていくようなピックスタイルの方の説明もしたいと思います。お楽しみください。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もベースナップからです。 OK サインからブリッジミュート、この辺りわからない人はぜひ過去のピック弾き見返してください。まあ、これを置きまして、ダウンピックオルタネート、エコノミー、ギャロップね、これとか、まあこういった感じのピッキングをやってきたんですけど、どれもこの OK のサインからブリッジミュートっていうのをやってきました。で、まあここまで見てきて、いやいや、そんなプレイだけじゃないんですけどと思ってる人も多いと思うんですよ。で、それはもちろんなんです。で、今日は少しベースの、他の弾き方っていうのもやってみたいと思うんですけど、まず1つ目やりたいのはね、まあ、メロコアとかパンクロックとかそういったタイプでよく使う、僕はスラップピッキング、スラップ叩くようなね、例えばこう、まあ、親指でスラップっていうのがあるんだけど、これに比較的近い、まあ音は違うんだよ。音違うんだけど、僕の奏法としてはこうね、例えば、こうスラップに近いよ。手首で叩く。横叩いて。これ結構使います。これをやると、こう、普通にね、これノンミュートでベースを弾いた場合と、すごくこうアタッキーな音するよね。で、今日はこの弾き方するので、コンプレッサー、これね、ズームの MX60B というコンパクトマルチエフェクターでコンプかけてます。で、そうしないとね、これiPhone に直接この音ぶち込むと割れてしまうんで、かなり音が。このようにこう叩けこう弦を少しこうグッと弾くことで、こう潰れた感じの音がするんですね。このゴリッとした、これ普通にやると、こうオーソドックスな場合はね、こうこんな感じなのが、こうよりゴリッとして、こうなんていうのか、太いというか音が広がり感があるので、例えばね、ハードロックの場合なんかで、こうあんまり綺麗にこう弾くと、ちょっとグッとこじんまりしちゃうんですね。でもね、歌の後ろなんかの時はあんまりこう弾くと、歌の人、いや僕歌ってるんですけどちょっとうるさいですベースってなっちゃうので、例えばイントロとかは、ゴーンって出たい場合、僕なんかはだいたいイントロとかでは、まあこういうスラップでガーンって弾いて、ちょっと前に出してあげて、で、歌になるとそのノリのままずっとやっちゃうと、さすがに歌の人も、いや歌いにくいんですけどって言われちゃうから、そういう場合はね、ブリッジミュートをして少し落としてあげてます。もちろんね、バンドさんによってはそういうことせずに、もう終始ずっとぶったたいてやる場合もあるんですよ。ただね、やっぱりその環境によってはそれはちょっと厳しいなというボーカルの方も出ると思うので、その辺をこのブリッジミュートとぶったたき、まあスラップで調整してみるといいと思うんですね。このぶったたき、スラップピックベースなんですけど、ちょっと今からよりパンクロックっぽい感じになるように教えたいと思います。まず皆さん、パックロッカーだとね、僕今こう椅子座ってるんだけど、かなりこう下に下げてるのってわかる？こうグッて。ちょっとこれ今分かりにくいと思うけど、でパンクの人たちってすごく下げるんですね。メロコアもそうなんです。そうしたらピックがどういうふうに当たるかって想像してほしいんですよ。ちょっと今日は普通の状態でピックだけで表現してみますけど、ピックがこう斜めに当たるんですね。下に下げてベース自体がかなり斜めに持ってると、ピックがこう平行に当たらずにこういうふうに当たるんです。で、これはやってみると音がよりこうね、ピックが平行に当たるよりも擦れた音。で、持ち方自体はそんなに変えてないんですけど、ただこれ手をかなり強く振ってるので、結構グッて、先生はあんまり力入れない方がいいよって言ってたけど、こういうパ
パターンの場合は結構握っちゃってます。でも基本の持ち方、爪の延長線上っていうのは変えないようにしてて、こういうふうに。こういうのをやるために僕は通常普通のこのオーソドックスな位置で弾いてるのでね、ピックの角度かなり斜めにしてやってるんですね。これスラッシュメタルとかも同じ。スラッシュメタルも基本パンクロックとヘビーメタルがこう融合してるようなスタイルなので、ヘビーメタルをパンクロックベースみたいな感じで弾くっていう感じで、オーソドックスにやると。こういうのにちょっとねパンクっぽいゲリゲリゴリゴリってした感じを足すと雰囲気出るんだよね。こうまあこんな風に使い分けるんですね。なのでこれまでのピックベースではミュートをしっかりかけて弾いてみましょうっていう練習をしてきたんですけど、もちろんそれをたくさん使うんですが、それにこだわりすぎたり模範的すぎるとロックっぽく聞こえなくなるんですね。なので僕はわざと、これ下手っぽいというと失礼なんですけど、あまりこうブリッジミュートとかっていう細かいこと考えない、もう豪快な感じっていうイメージでやると、比較的ロックのような、ロックのようなって言い方は変かな、でもロックでよく使うサウンドになるんですね。はい、いかがだったでしょうか。このシリーズ何回かに分けて続けていきましたけど、必ずしもベーステクニックというのは模範的であればいいってことではないんですね。なので僕もこのレッスンの中で必ずしも、なんていうかな、教育っぽくなりすぎてね、みんながガチガチになるっていうのは良くないと思うので、時において汚いサウンド出すっていうことも大事なんです。これはやはりコンピューターにベースの仕事が取られないためには、綺麗に正確にっていうことをやると、最後行き着く先はコンピューターで打ち込んだらもう OK じゃないかってことになってしまうんです。そうでしょ。音がどんどんコンピューターで再現度が高くなって、僕たちでももうコンピューターで弾いたベースかわからない時あるんです。で、当然難しくて速くてテクニカルだったらもうコンピューターがやった方が良くなるんです、今後は。これライブは別だよ。録音に関して言うと、もう難しいことがコンピューターにできてしまうんですね。そうなると最後に生き残る道は、いかに下手っぽいというか人間らしくやって、そのコンピューターで再現できない雑さであったりとか、まあ、人間らしい汚さだったりとか、そういう人間らしい部分ってすごい重要だと思います。なので練習して行き着く先がコンピューターみたいになるってことではないんです。最後は人間らしく生々しい感じ、弦が揺れてる感じ、弦がもうゴリゴリ打ってる感じとか、僕の考え方としてはそういったものに行き着く方が今後生き残る可能性が高いと個人的に思っています。だからといって我流のままでいいってことではないんです。丁寧に弾けて綺麗な音も出せる、模範的なこともできる、それの全く反対なことがうまくコンバインされていくことが大事だと思っています。なのでね、この辺もぜひ研究してもらえれば楽しくなってくると思います。それではチャンネル登録といいねもぜひよろしくお願いします。そしてコメント欄もね、コメントいただいたら丁寧にお答えはしていこうと思ってますので、ぜひ書き込んでみてください。本日はどうもありがとうございました。